カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今回は、前から言ってたんですけど、玉竜で、サタンの攻撃力を上げて、エデン戦ったらどんくらい入るのかっていうのをやっていきたいと思います。弱点の位置よく見えるぞ、これ。ほら。いけ。あー、惜しい。片方倒してしまった。玉竜はアンチワープだよね。お、いいね。砂時計出た。ふっ。オッケー。すごい、いい動き。で、斜めになっちゃったけど。剣出た、剣出た。剣取る。サンダーバード。あー、惜しい。すげえ、なんかいっぱい出るな。砂時計。サンダーバードが怖い、ちょっと。お、砂時計取ったからもう撃てんじゃん、これ。撃ちまーす。そうしないとサンダーバードがちょっとやばい。ふぅー、全部倒せ。いけ、サンダーバードが倒せてない、サンダーバードが倒せてない。全部倒したけど、サンダーバードだけ残ってる。なんじゃこれ。倒した。玉竜まであと13ターンか。次くらいで撃てるかな。で、玉竜スタートかな。これは横貫しとこうかな。はい。で、サタン、撃っていきましょうか。ここ、怖そうなんでね。うわ、これいいんじゃない？どっちから行った方がいいかな、これ。斜めで全部倒せ。ゴー！いけ。あー、上まで届かないけど、めっちゃ倒してる。上3ターン。なので、撃ちまーす。あ、こいつじゃない。怖いな。上の方行って。よし、オッケー。そして回復できてる、回復できてる。ラッキー、ラッキー。よし、ここで SS 撃てるね。ちょっと触れるだけで倒せると信じる。ゴー！倒せるね。いけよ。あー、倒せないか。玉竜早く撃ちたいな。回復しとくか、ここでちょっと。よし、オッケー。で、上のティターンちょっと攻撃して突破。あー、倒しちゃいそうだな、ちょっと。はい。あー、倒しちゃう、余裕で。お、ラッキー。ラッキー。さて、ここいらで、この次ぐらいで玉竜撃てるかな。それで撃ってボスの後の方でもう一回撃てるかな。あれ、これ突破できそうじゃない？突破できる、これ絶対。初めてだ、これは。うわー、あり余っちゃってる力。玉竜たまんないまま、これボスいっちゃいそうだな、これ。やべえ。で、ここでたまるかな。はい、サンダーバード倒して、下上かな、これ。こういう感じで玉竜使えるよね、めちゃめちゃ。うおー、ちょっと3体受けてる。次下来るのか。撃ちます、サンダーバードに撃ちます。いけー。ちょっと HP がやばい、ここ回復ないからね。もう攻撃あんま食らえないんだよね。やばい。うわー、うい、頼むよ、目ん玉。うおー、まあ大丈夫か。あ、大丈夫。はい、ちょっと危ないね。いけ、もう一回。よーし、これは、よし、オッケー。助かったー。これ使おうか、ここで使って突破しよう。3体当たってくれ。玉竜ディルロッテ的なね。全部当たったんじゃない。こっからが楽しみ。攻撃力上がった、過激ダブル過激サタンだからね、これ。
過激過激。さあこれもう直で行っても余裕なんだよな、多分直で行っちゃおっか。フリアどうかしてるぜ。でちょっとみんな上配置なのが嫌だけど、これ 3回転くらいあれですよね、残ってんだよね確か攻撃力。下行きましょう。ここは SS 使う必要ない。はい、どうでしょう。うわー一撃、まあ、そもそもここ攻撃力上がってなくてもあそこでね3回くらいやるともう一撃だからね。この辺からやばいね。あ、ブロックがあるんだよ。はい、余裕だわな。まあ余裕だわな。でここは天使を少しでも、倒しておきたいので6を出して OK。 さあここですね、楽しみだったの。弱点いいとこ来い。あー弱点の位置がちょっと悪いけど、ワープ入っちゃってるので右から出てくるんだよね。こう行ってみようか。じゃあちょっとしか触れないかもしれないけどやべえ半分食らったよ。半分1往復で半分で、ここで突破できるね多分ね。あーそっかそっか、サンダーバードで減速するかもしれないけど、これやばいよ。余裕だ、1往復で半分以上食らうね。これまだ攻撃アップ続いてるからね。これやべえ。お、これはまさか打ちます。はい、攻撃上がってるからね。ワンパーワンパーやばい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 な。よし、言葉がちょっと言葉が出てこない、やばすぎて。これ使っちゃうか。えい、エビル無視で行ってみる。え、エビがいるのに木が出てきたぜ。剣いっぱいあるけどこれ剣取る必要ないよね。どうしよう、右から行った方がいいかな。なんかこっちから行きたい気分。これ倒したっしょ。あー行けなかった。これ調子こいてるとこれ危ない。いや行けるなこれ。ゴー、やばい、これはやばい。もしかしたらこれが一番早いかもしれない。やべえ、玉竜って多分ねみんな持ってると思うんで、玉竜入れてサタンも入れて戦うと落ちないね。めっちゃいい。あ、それもこの前超急いだ時より早い。8分14秒これ超早い人5分台とかでクリアしそうだね本当に。はい、というわけで玉竜はめっちゃサタンと一緒に使うと最強でした。このヒカキンゲームズ、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして、よければ他の動画も関連動画などからぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。